サラスの会の3億点舞動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はメンテナンス情報をお届けしたいかなと思います。もう恒例になってきてるんですけどね。で、7月30日火曜日午前8時から11時5分までということになっておりました。で、メンテナンス内容なんですけど、三国霊がまた始まるみたいですね。メンテナンス以降新たな三国霊イベントが開放されます。昇烈劉備の武将装飾、星雲剣鏡は三国霊交換商店にて獲得できるようになりました。三国霊レベル報酬内容三国レベル報酬内容、交換商店内容などを向上調整しました。で、日常任務で獲得できる経験値は前より増加されましたということなんですけど、これ劉備の装飾がじゃあ課金しなくても取れるようになったっていうことなんかな。で、さらに、レベルの報酬の内容とか交換商店の内容などが良くなったということになっておりますが、ちょっと見てみましょうか。はい、引き換えのところで1500はたまらんぞいくら交換商店で取れるようになったとはいえ、僕この間の三国霊で課金せずに全然こう普通にやってて取れる任務だけを取ってやってたら180しか貯まりませんでしたからね。なんでこれ貯めるのは相当大変だと思います。で、報酬なんですけど、三国霊勝っていきなり星7転生霊がもらえるみたいですね。レベル1の報酬になっております。他はどうかな。あ、これな、この担保霊なんかちょっと嬉しいですよね。ただやはりそこまで魅力を感じ、お、ここにも星7転生霊あるか、内容にはなってないかなという気がするんですけど、どうでしょうね。あ、馬とか、まあこれレベルどんぐらいまでいくんやろね、普通にやってたら。それにもよると思うんですけど、まあここら辺80、90とかになってきたらもう課金してない人は参加する意味がないぐらいのレベルになっちゃってますよね。で、最終的にはこの紫竜の装飾ですかね、これが手に入ると、120までいったら手に入るということになってますね。そうですね、まあ前回のはっきりと覚えてないんですけど、向上されたということで、まあ前よりは報酬は良くなってるというふうに考えると、前課金した人やったらやってもいいんじゃないかなと思います。で、次、武将装飾、文王の武将装飾なんていうのこれの光がついに実装。獲得方法、金の巻物と交換、武神四竜の武将装飾、現行竜装が実装されました。獲得方法は三国霊レベル報酬となっておりますね。で、武王の装飾、そしてどんなやつなのか、これかな、結構かっこいいな。ただ巻物交換なので、ね、僕みたいに巻物持ってない人からするとあまり縁がないかなという感じですね。で、武王が装備すると秒間ダメージがプラス 3% っていうことは攻撃力が上がるっていうことなのかな。そうですね、まあ武王に求めてるところって言うたら、まあ何が上がってもいいんですけど、あんまり攻撃速度とか上がっても意味がないとは思うので、やっぱり体力とかが上がる系とかやったらちょっと欲しかったのかなという気はするんですけど、まあこの巻物が溜まったら今後取っていく可能性はありますけどね。ちょっとかっこいいな、これちょっと欲しいですね。で、この紫竜なんですけど、これ体力が 3% アップですね。まあ、これももう見た目のかっこよさでみんな取るんじゃないかなと思いますけどね。 3% か、 3% ではな。はい、次、騎乗システム新名馬開口が実装されました。若き疾風に身を躍らせ、メイクの守護者、なんていうんやこれわからん、孫家の愛馬と伝聞師の戦いでは断境を超え、肝心な時に主人の命を救われたとなってます。どんな馬になってるんでしょうかね、見てみましょう。あら、このロードの画面もちょっと変わりましたね。時間が短すぎて誰が何なのかさっぱり分かりませんでしたが、武将がたくさんいましたね。で、そしたらこれか、スキル解放された後、
強風が放出され、主君様の周りにある味方の軍団が 45% のスキル防で減少防止、え45%のスキル減少って何よ。スキル減少防止と 25% のスピードアップ効果を獲得できる。強風の効果が8秒持続する。スピードアップ効果、何か攻撃速度と移動速度が両方上がるっていうこと。なんかこの翻訳の人ちょっと変わりませんでした。なんかスピードアップなんていう表記も、スキル減少防止とかいう、まあ、表記も今までなかったんですけどね。もうちょい日本語が分かるというか、そうですね、日本人に翻訳してもらいたいですよね。中国語、日本語が分かる中国人がやってるから、ちょっとこういったニュアンス的なんで分かりにくい部分が出てくるんちゃうかなと思うんですけどね。意味が一個も分からん。45% のスキル減少防止ってなんや、悩むなこれ。スキルダメージを減少させるんだったらかなりでかいですよね。けど防止やしな。スキルステータス以上デバフ？なんせまあちょっとこの相手の攻撃力的なをそぐっていう風に考えてもいいんじゃないかなと思います。で 25% のスピードアップ効果っていうのは、これはまあ攻撃力、攻撃速度、攻撃速度、移動速度のことやと思うんですけどね。なんでそうですね、まあ明らかに先行向きではないかなという気はします。そうですね、芝町なんかと相性がいい馬になってるんじゃないでしょうかね。そうですね、今分かるところはここまでという感じですね。で次が、あちゃうわ、これか、武将システム、新武将遊興慣例が実装されました。公表の、マジでいろいろ分からんぞこれ。まあここは特に読まんでもええ部分だと思うんで、まあ慣例が実装されたということですね。ちょっと見てみましょうか。開いた。おお、結構かっこいいですね。やっぱりあれなんですね、でっかい青龍刀みたいなのを持ってるんですね。で一番近い敵方の目標武将優先に、キョバーっていうものを一つ投げると7328点、何やこの点って。こんな表記も今までなかったですよね。これ絶対翻訳する人変わってるでしょう。7328のダメージを与え、大幅に撃退できるっていうことは、何やろか、吹っ飛ばすということかな。同弱台とかあんな感じなのかな。あとハンマー姉ちゃんとかね、大幅に撃退できると同時に3秒のめまい状態にさせ、他の敵に3664のダメージを与えることができます。他の敵ってなんや、他の敵って。範囲ダメっていうこと。さらに目標が10秒めまい状態に陥らせ、移動スピードとスキル放出距離、これマジか。こんなひどいアップデート今までなかったぞ。むちゃくちゃやな。なんやこれ、文章が途中で止まっとるやないか。どういうことやろ、移動スピードとスキル放出距離が下がるとか、移動速度とスキル範囲が減少っていうこと。もうわからん。点目、曹操孫権周代帝府郊外ですね。まあこれは孫権以外は普通にやってたらみんな持ってるんじゃないでしょうか。覚醒、出陣後 42% のダメージ軽減効果を獲得。出陣後っていうことはもう出撃した即っていうことかな。スキル発動後ダメージ軽減効果が失効する場合、通常攻撃力ごとに秒間ダメージ 42% 分の体力が回復される。通常攻撃力ごとって何や、通常攻撃ごとのことですかね。
これは攻撃速度が上がってなかったらあんまり恩恵は受けられないかなという気はしますね。まあただ、出陣後の 42% ダメージ軽減効果というのはいいと思います。スキルギリギリまで引っ張れる、まあ、耐久力ができるということになりますよね。で突破目標、スキルが目標を命中する際に目標付近の3名の武将に3のめまいを与える。これ3秒ですよね多分ね。いやひどい、ちょっと笑えてきました。最後、アクティブスキル発動後 40% の攻撃速度と通常攻撃ダメージが上昇するということで、これの覚醒と、まあ、セットかな、 42% 分の体力が回復されるっていうのと、セットで使いたいかなという気はします。はい、これ普通、あ、こんな見た目なんですね。やっぱりなんか、覚醒しないと見た目がしょぼいかなという感じはするんですけど、転生量は何番あったっけな、4個あるんか。ちょっと使ってみたのかな。これで当たったらすごいですよね。聴覚ぐらいで、あれ今日もらえんのこれ。目標の無双武将が長領領も未挑戦になってますよね。ここでは観念いますけど到底足りないですね。うん、天運符が足りませんということで、今取ろうと思ったら天運符を使うしかないということなのかな。これはどうなんだろう、そのあまりいい手ではないような気がしますけどね。あの天運符というのを課金で、取ってまで、まあちょっとあの観念が欲しいという人がどれだけいるのかという感じですよね。ちょっとあの転生チャレンジできなかったのは残念です。次、新自衛登園墨客が実装されましたということなんですけど、ちょっと見てみましょうか。これですねなんかちょっと見た目おもろいですけど、完全に新しい自衛になってますね。紫とか青は実装されてないみたいですね。で、6秒ごとに 80% の確率で墨筆を振るい、1人の敵目標優先攻撃武将、攻撃武将を、武将を優先的に攻撃っていうことかな、に対してドルリターン100カッコ 1.92 プラス 0.29 レベルカッコ閉じパーセント自衛のスキルダメージを与えますちょっとこれもう一回メンテナンスした方がいいんじゃないのこれ。もう全く意味がわからへんですね。まあなんせ敵武将にダメージを与えるっていうことですかね。けどなんかカッコとかあるし、なんか追加効果があるかもしれませんね。で、主要目標とその付近にある1名の敵方の武将を連接移動を3秒間禁止することができる。なんか鎖で繋いでなんか両方動かれへんみたいなことっていうかな。期間中に、期間、この3秒間のことかな。使用目標が受けたダメージの 30% はそのまま連接されたサブ目標に与えるということで、繋がれて動かれんようになって、その言うたら使用目標の 30% が繋がれた武将の方にもダメージが入るということになってますね。で、次、使用目標に対して現在の盾の値を 45% 下げる。もう分かりません。で、そうですね、先行ではいらんかなっていう感じはしますね。地上やあと防衛芝町に関してはもうちょっと使ってみんとわからんかなという自衛ですね。もう文章の説明がもうむちゃくちゃやのに推測のしようもないわ。次、はい、ログイン報酬、ログイン報酬の内容を向上調整しました。3日目報酬が星3武将から星4武将、21日目報酬が星4武将から星5武将、30日目報酬が星5武将から星7武将転生令になりましたということで、かなりこれは良くなってますね。次、不具合修正&その他の向上調整。無均衡の名分スキルが有効にしていないにもかかわらず発行している不具合を修正。こういうのがあったんですね。他のプレイヤーの宝物情報を確認するときに全ての宝物が兵種と表示される不具合を修正ちょっと気づかなかったですね。一部 UI の向上調整。
神器諸葛連動スキル発動タイミングがまれに異常になる不具合を修正ということで、どう異常になるのかっていうのが分かりませんが、まあ直してくれたということを信じるしかないという感じですね。メンテナンス中はゲームへのログインができません。終了予告時刻は状況により、まあここは毎回一緒のことですね。はい、今回のメンテナンス情報はこんなところだったんですけども、まあちょっと日本語がひどすぎる内容になってましたね。これで 100% 理解できる人はいるんでしょうか。仮に、中国の方だったとしても、で日本んどうや、日本人で中国語が分かる方やったとしても、この日本語表記やった中国語を読んだ方が理解できるっていうぐらいむちゃくちゃになってましたね。なんで、まあ、修正されることを期待したいかなと思います。はい、そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。